第50回全国社会人サッカー選手権大会は2014年9月26日から10月1日まで和歌山県で開催された全国社会人サッカー選手権大会。本大会は第70回国民体育大会のリハーサル大会も兼ねて実施された。本大会は以下の方式で行われた。ふとは地域リーグ優勝により 地域決勝出場権獲得済みのチームは、地域リーグ優勝により、地域決勝出場権獲得済みのチームクラブ、ドラゴンズ V 札幌州球団レジェンドシガ FC、VFC 鈴鹿ランポーレデッツォラシマネエスポートクルビ、V アルテリーボ和歌山東京 23FCV コーチ、ユートラスター FC 奈良クラブ VMD 長崎、サウルコス福井 V トヨタ自動車北海道サッカー部、 日立ビルシステム V コバルトーレオナガワ三菱重工、長崎 SCVFC カリア鹿児島ユナイテッド、FC セカンド V 埼玉 SC アミティ SCV、主居ユニーブ、FC ラインメール青森 FCV サンタククラブジャパン、サッカーカレッジ V ボンズ、市原 FCFC FC、大阪 V アイゴッソコーチ、新日鉄住金室ランサッカー部 V 三菱自動車、 水島 FC バンディオンセカコ川 V 松江シティ FC 矢崎バレンテ FCVFC FC コリアクラブドラゴンズ VFC 鈴鹿ランポーレアルテリーボ和歌山 V コーチユートラスター FC 奈良クラブ V サウルコス福井コバルトオレオナガー V 三菱重工長崎 SC 鹿児島ユナイテッド FC セカンドベアミ t SC ラインメールはおモり FCV ボンズ市原 FCFC FC 大阪 V 三菱自動車水島 FC 松江シティ FCVFC FC コリアクラブドラゴンズ V アルテリーボ若山奈良クラブ V 三菱重工長崎 SC アミティ s c v ボンズ市原 FCFC FC FC 大阪 V 松江シティ FC クラブドラゴンズ V 三菱重工長崎 SC ボンズ市原 FCVFC FC 大阪三菱重工長崎 SCV ボンズ市原 FC クラブドラゴンズ VFC 大阪、ありがとうございます。